これおそらく石炭じゃないか。ねえ。とりゃ。あ、鉄だな。はい、皆さんこんにちは。ピカーです。ドラゴンクエストビルダーズ。アレフガルドを復活せよ。やっていくぜ。よーし、パンパンパーンとやっていきましょう。あー、おやさん。おお、なんじゃそのまばゆい光を放つ水は。あー、壁です、こっちは。なんじゃと？聖水？そうか、聖水は死の大地に、すまん、耳元でもっと囁いてもよいか。振りまけば。勇者様。勇者様。ん？今何か聞こえなかったか？まさかわしも幻聴が聞こえる年齢に。なんじゃ？お主も聞こえたか？石像から声がしたと。もしかするとあの石像にも封じられた生命があるのかもしれん。ピカよ、共に石像へ向かうぞ。石像にも聖水を使えば、あるいは。わかりました。なるべく食わせていただきますから。行きましょう。聖水。お姫様、パンツですいません。うん、何この匂い。おお、これは石化の魔法が解けたのですね。一体誰なのです？私の眠りを覚ましたのは。おお、あなたのそのお顔、なんとも凛々しくたくましい。あなたからは何か特別な力を感じます。まるであの方に初めてお会いした時のような。あの方、ロトですか？そうでしたか。あなたは物を作る力を持つビルダーという存在なのですね。私は竜王がこの世界を支配し、空の光を奪ってから全てに絶望し、自分を石に変えて眠りについていたのです。あれから何年経つかはわかりませんが、まだ空の闇は晴れていないようですね。しかし、大地の精霊であるルビスに使わされたというビルダーのあなたなら、光を奪われ闇に覆われたアレフガルドを復活させることができるかもしれません。ピカ様、私はあなたの導きに従います。あなたのお力でどうかこの世界に光を。全力を尽くします。ムツヘタさん、よもやあの石像が生きておったとは。これはこの死の大地に現れた一つの希望の光。あとはラダトーム城の跡地に赴き、かつての王都をよみがえらせることができれば。ん？なんじゃこのただならぬ気配は。何？何ですか？ピカよ、大変じゃ。この地に迫ってくる魔物の力を感じる。どうやら姫の復活を竜王や他の悪しき者に気づかれてしまったようじゃ。姫はようやく芽生えたこの地の希望、
何としても守り抜かねばならぬ。ところでピカよ、戦いの前に腹は減っておらぬか。ああ、減ってます。わしの霞を分け与えよう。そなたの唇をわしの方に突き出すのじゃ。気色悪いっすよ。あー、どうじゃ、これで戦う気力は湧いたである。はい、頼むぞピカよ。何としても魔物どもを追い払うのじゃ。そしてこの死の大地にかつての王とラダトームを復活させようぞ。はい。あ、ムツエタさんは戦ってくれるんですか。え、ムツエタさん、戦う、姫祈ってるだけですけど。おっと、来たぜ、行ってぐっ。よいしょ、けい、こいつだけやりたい。よし、どうだ、オッケー。青の扉。うわー、光、光、まぶしい光。光などこの地にはいらぬ。世界の半分は俺の、俺の。なんだ今のよ。姫、ありがとうございますピカ様。魔物たちを退治してくださったのですね。え、何ですって。どこからか不思議な気持ち悪い声が聞こえた。私には何も聞こえませんでしたが、そのような恐ろしい声が。きっと魔物との戦いでお疲れになったのでしょう。明日になれば気分が晴れるかもしれません。今日はゆっくり休まれてはいかがです。ああ、おじさん、よくぞ魔物たちを倒してくれた。さすがじゃぞピカ。ん、どうした。いつになく真面目腐った顔をしおってからに。何、どこからか恐ろしい声が聞こえたじゃと。わしには何も聞こえなかったが、そなたひょっとして少し疲れておるのではないか。そもそもビルダーは戦うものではない。無理をさせてすまんかったの。ところでピカ、そなたは先の戦いで旅の扉を手に入れたようではないか。明日からその扉を使い、ビルダーとしてラダトームの復活に向け力を尽くしてもらいたい。今日はゆっくり休むんじゃ。そのあばら屋を修理して眠るとよいぞ。ああ、わかりました。もう眠れますこれ。え、わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば、世界の半分をお前にやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。よろしい。ではわしらの友情の証としてその剣をもらうぞ。ほほう、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。わしからの贈り物を受け取るがよい。そなたに世界の半分、闇の世界を与えよう。
ピカよ、また夢を見ているのですね。それはとある戦士の忌まわしい記憶、あなたが見るべき夢ではありません。あなたはあなたに課せられた使命を果たし、あなた自身の役割を全うすればよいのです。ピカ、覚えていますか？私が一番初めにあなたに言ったことを。あなたは勇者ではないのです。竜王を倒すこと、それはあなたの役目ではありません。なんだこの夢は。役目ではないだと？では私は何のために。おお、ピカよ、そのように元気な伸びを しよってからに。昨日は随分うなされておったが、そこまで心配せずともよさそうじゃの。しかしピカよ、わしは預言者じゃ。わしには分かっておるぞ。お主、おねしょをしたであろう。ドキ。そなたには大地の精霊ルビスが与えた使命、そして役割が、責務がある。この死の大地こそ、そなたがビルダーとしての役目を終える運命の地。ピカ、もうすぐじゃ。もう少しだけ頑張るのじゃぞ。さてと、早速じゃが、そなたには新しく手に入れた青い旅の扉を使って、かつての王とラダトームの城の跡地を目指してもらいたい。まずはその地に光をもたらし、かつてのラダトームを再建してほしいのじゃ。そなたが作り出した聖水を地面に振りまけば、死の大地は力を取り戻し、そこから物を作るための素材を得ることもできるようになるじゃろう。もし腹が減ったら、わしに声をかけるのじゃ。口移しの刑じゃ。わしと姫はここで待っておるぞ。はい。姫。おう、ピカ様、ずいぶんうなされていましたが、何か悪い夢でも。ああ、なんといたわしい。昨夜はあまり眠れなかったのですね。ピカ様、よろしければ少し私のおそばへ。はい、ぜひ。ああ、体力回復。私にはこれくらいしかできません。お困りの時は声をかけてください。ありがとうございます。ところでピカ様、魔物から旅の扉を手に入れたのでしょう。扉が開くその先は、おそらくかつての王とラダトームがあった場所。まずは城の跡地で手がかりを探し、扉の先のどこかにある希望の旗を手に入れてください。人間が魔物と戦った証である希望の旗をラダトーム城の跡地に建てれば、その地に光があふれ、精霊ルビスの加護を受けられることでしょう。私はここであなたのご無事を精霊ルビスにお祈りしておりますわ。わかりました。ここには何もないのかな。まあなんかね、あの素材になりそうな山に登ってちょっと聖水巻いてみる。
まああれとか結構ね怪しそうな気がするな。じゃあよし、取りゃ。葉っぱとただの石か。これどこまで効くんだろう先生。下まで効くのかな。え、葉っぱだね。もうちょい巻くか。あー、ここにはないか。まあ、とりあえずこれは取っておきたい。あれ？え、あ、え、あ、持ち物ね。オッケー、葉っぱじゃない、ツタね。よし、まあツタはまた紐とかね使えるでしょうから。オッケー、よし、そしたら旅の扉使って行きましょう。ラダトームの跡地。まあ、その前に収納箱とか欲しいよな。そうそうそう。そしてこれはここに置いておこう。で、いらぬものは、まあ、ここに置いておく。で、バケツはどうじゃ。あ、僕、組んでる。で、収納箱作れるか？青い油ね。布の服。まあ、作りましょう。違う。ヒノキの棒も作っておくか？一個だけ。で、違う。装備。よし。OK。これでよかろう。よし。で、青い扉を置くぜ。どこに置く？まあ、ここでいいわ。行くぜ。興味なしですか。わかりました。行かせていただきます。ラダトーム平野、戦いと呪いの中心。強そうなのいっぱいいる。ピカよ、ついに運命の地ラダトームに着いたのですね。闇に閉ざされていたその地では、闇に閉ざされたその地では私の力も限られていますが、姫の祈りで今はあなたの姿がよく見えます。そこはラダトームと呼ばれていた地、あなたが最後に救うべき場所です。かつては輝きに満ち、人と物であふれた王都がありましたが、とある戦士の裏切りで今や呪いの中心となり、見るも無残な死の大地に変わり果てています。さあ、まずはまっすぐに進み、ラダトーム城の跡地を目指しなさい。そしてその地に立てる希望の旗を見つけ出し、かつての王都ラダトームを復活させるのです。すべては精霊の導きのままに。はい、まっすぐ。あそこか。うん、行こう。何か新しいもの。骸骨、あ、スライムね。青い油欲しいんだよな。まあ、とりあえず、ここね。これおそらく石炭じゃないか。ねえ、
とりゃ。あ、鉄だな。よし。だが鉄無理だろ。無理だね。了解。まあ、ここにも鉄あるな。よし。黒くなってるのがあれだね。うん。まあ、このようにね、聖水いっぱいいるんすよ。箱にいっぱいある、なんか。あー、みんなこれドラゴンクエスト3のね、何のアリアハンだったが懐かしいな。アリアハンのね、音楽ですよね。カラス、カラス、カラスに俺は食われましたから。よし、あ、箱で青いスライム、青いスライムってなんだよ。普通のスライムね。青い油欲しい。よし。あ、こいつ毛皮かさん、いて、毛皮かさんかい。よし、うわ、いっぱいか。どうしよう。これいらんの。OK。よし。これが、ラダトーム城、跡地か。ここに建てるんだね。で、どこ行けばいいの？誰かいるのか？とりあえずここを、部屋完成させろ。あ、収納できる。あそこに本あるな。ここが、よし、これで眠れるぞ。で、あの本を読む。箱に宝箱がある。お、世界地図か。ここには何もない。まあ、あの本読むか。あ、作れる。そしたらハンマー作れる？コンボ、石の剣、大木槌、大木槌作ろう。これは2つ作っておく。よし。で、読む。アレフガルド歴帝。おお、我が故郷メルキドを出発して幾年月、ついに私はラダトームの城に行き着いた。しかしこの地は噂にたがわぬ死の世界、光も希望もなく、ここには闇と呪いしかない。かつては繁栄を極めたラダトームの町も、今や荒れ果て見る影もないのだ。聞くところでは、この地のどこかに人々の希望を背負いながら最後の最後に裏切った闇の元凶が住んでいるらしい。
しかしそのようなこと、今の私には何の関係もないことだ。私にはもう旅を続ける力は残されていない。このシャレ神戸の誰かっちゅうことが、私はこの地を旅の終着地にしようと思う。もし私の旅の記録をはるかメルキドの地からここまで追ってきてくれる者がいたら、私の辛く悲しい旅は無駄ではなかった。ここにその感謝の思いを伝えておく。最後に万一を考えて記しておこう。もしもこの死の大地に光を取り戻したいのなら、魔物によって奪われた希望の旗を得ることだ。希望の旗はこの城跡の南にそびえ立つ魔物たちが建てた新しい城の中にあるという。魔物は強く、城の内部は入り組んでいる。考えうる最大限の装備を整えて向かうのだ。おお、私の記録を読む後の時代の冒険者よ、ラダトームを再建し、アレフガルドを復活してくれ。アレフガルドをこよなく愛するメルキドの冒険家ガンダル。その意志、このビルダーピカオが受け継ぎました。まずは南サウスの地に行きましょう。そこにある、魔物の城とやらに乗り込もうではありませんか。強えな。スライム強い。青い油できたから、とりあえず松明ね、装備しておきましょう。で、装備、大きい槌もね装備して、でこれも一応装備しとけ。よーし、そして松明を作る。まあ松明を作る、松明、太い枝か。わかった。少々、装備をね。これは？俺を舐めるな。え、やべ。太い枝が。よーし。そしたら収納箱に入れてくる。ダンベルは取り出しとけ。ガロンのマッスルを思い出して、うん、俺はこれからも頑張る。ガロンマッスル、よし。そしてこれで違う、違う、お前これ最後にはもういいよ、もう違う、これお前やばい。これどっかここに置いとけ。この本は封印します。よし、これで、あ、これ石材、石の剣とか作れるぞ、これで。よし、俺は絶対に復活させてやる、このラダトームをな。希望の旗を、
大麻。え、また太い枝いるの？撲殺。これ取れっかな。取れる。鉄取れる。よし。面白くなってきたぜ。鉄取れるぜみんな。まずね、調理台とかね、作ろうね。で、焚き火あるから、おそらく調理台は作れると思う。何足りない？太い枝と紐か。そしたらせめて石の剣とか作ろうかな。OK。旅人の服は赤い油か。了解。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、希望の旗を取りに行きましょう。またね。